食べ過ぎるとこでした。まあエリカはんはほんまに食べ過ぎてたけどな。私たちも楽しかったです。中見せ、かんざし、戦争時です。まあマリアの説教付きだったけど、それなりには楽しめたかな。正座などするものではないな。道、和の心とはかくも困難なものであるとは。グリヒンヌさんは正座なんてしたことなかったんですから、仕方ないですよ。獣医さん、いつからこんなところで覗いてたんですか。大神さんがこんなことするなんて。気持ちはわかるけど、これ犯罪やで。婦女子の入浴を除くと、この場で成敗してくれる。しなくても、お兄ちゃんのエンジー、ビニーニャ。イチローのエンジー、ビーラ。隊長がこんなことするなんて。軽蔑する。注意も注意ですわ。入っているなら入っていると言っていただきたかったですわ。エッチな大神さんを許すなんて聖母様のようです。はあ、それで隊長、この件についてきちんと説明してくれますね。
かあるんだろう。グリシール、ここは厳重注意で。隊長が望んでいることだ。軍人としてこのままでは生きてはいけぬだろう。言い訳は許しませんわ。この件につきましてははっきりとさせていただきます。で、どういうことですの。心して答えよ。返答しないによっては私にも考えがある。順序をもてあそんだ罰です。やっちゃってください。よく言った。覚悟しろ。おいおい、穏やかじゃねえな。何があったんだ。俺に話してみな。それが、大神さんが結婚するって約束をみんなにしていて。どうか、分かった。
この場は俺が預かる。マリア、あとは頼んだぜ。このバカなことは俺に任せてくれ。はい、了解しました。ほら、行くぞ、オオカミ。ついてこい。昨晩、加山が正体不明の敵に襲われた。命に別状はないが、重傷には違いねえ。知られたくないことでも書いてあるんだろう。それで銀座文書について調べてみたんだけど、いろいろと分かったわ。庶務奉行大久保長安、佐渡石見の鉱山開発に尽力し、金座銀座を築く。大久保長安、能楽師にして呪術師なり、異形の技もて金銀を。江戸を作るに貢献するが、民に裏切られた後に天海僧正に殺められる。故に大久保長安、己が作るし江戸を呪う怨霊となる。敵の残した能力、銀座、そして大神君たちが見た謎の能楽師。ということは、敵の正体は。ああ、そうだろうな。こいつしか考えられねえ。
学堂で現れた謎の能楽師も長安の霊かもしれないわね。能楽師にして鉱山技術者、きっと間違いないわね。大久保長安ってやつはな、天才とまで言われた能楽師だったんだ。能ってのはこの世とあの世をつなぐ舞、長安の舞はまさにそれだった。まさしく反魂の術だ。山崎や京極も長安の術を学んだのかもな。開発においても反魂の術を使って死人を働かせていたらしいわ。反魂の術を知った江戸幕府は長安の霊力の強さを恐れ、天海に命じて暗殺させた。そして異形の技を使うからと江戸の人たちにも恐れられ見捨てられたの。言ってみれば自分の愛した子供たちに殺されたも同然よね。大久保長安が鉱山を開発したおかげで繁栄できたのですもんね。ああ、もちろんだ。帝都には大切な奴らがいるんだからな。で、大神よ、花組の奴らに結婚を申し込んだって本当か？それであいつらが勘違いしたってわけか。しょうがねえやつらだな。
からんでもないけどよ。勘違いするのは期待してるってことだからな。花の命は短いぜ。この戦いが終わったら考えてもいいんじゃねえか。それじゃあ話はここまでだ。今日はゆっくり寝な。おめえも疲れただろう。結婚疑惑についちゃ明日にでも俺があいつらに話してやるよ。隊長、よろしいですか？いろいろとありましたが、みんな自室に戻りました。もう寝ていると思います。そうします。では、おやすみなさい。俺もそろそろか。ミカサが奪われた。ミカサはこの前の銀座戦の時に金色の蒸気を吸い込んでいたでしょ。
すでに乗っ取られていたのよ、大久保長安に。ミカサからの砲撃始まりました。王子、日比谷、赤坂に着弾。帝都各地で蒸気機械が暴走、魔装騎兵の残骸も再起動、破壊活動を開始。打つ手はないの？そうだな、こうなっちまったら仕方ねえよな。大神、やれ、イカサを沈めろ。それではこの場は解散する。今から1時間後にミカサ撃破作戦を決行する。大神くん、花組のみんなのこと頼んだわよ。みんな、ミカサと戦う。そのことで緊張しているから。Thank you.
Thank you.
全員集合したな。よし、これよりミカサ撃破作戦の説明を行う。パリ歌劇団の花組は将芸丸にてミカサに教習をかけます。その後外壁部を移動し環境部分を制圧、敵魔装騎兵を撃破します。止めてくれ。でも大神藩の後部はまだ修理が完了してへんで。こいつは心配いらねえ。かすみ、モニターに出してくれ。星エネルギーを工場者の霊力で制御する新型量子核機関を搭載。全部を超えるパワーを出すことに成功した新型機体。大神、お前はこいつに乗れ。だがな、総部はそのパワーの強さのために一人では制御できない。制御が可能になった。しかもお互いの霊力が調和しなければ霊力の暴走により工場者の精神は破壊される。今、装具に乗ることができるだけの霊力を持っているのは、サクラ、エリ、カナビ。ウリシーノ、スミレ、以上5人だ。大神、最も信頼のできるパートナーをこの5人の中から選ぶ。お前が一生をかけて守って
っていきたいと思えるパートナーをな。帝国もパリもねえ。おめえたちが平和を守れ。大神歌劇団がよ。準備はできたな。状況はどうだ。はい、ミカサは砲撃を続行。地上の魔装騎兵は軍によって。いえ、ダメです。長休め、すべてを無に返すつもりか。Thank you.
長の言う通りだ。敵と戦う前に己に負けてどうする。うちらが力を合わせたら何でもできるはずや。今までかってそうやったやないか。そうですよね。みんながいれば大丈夫ですよね。隊長、この戦いに勝つ方法は一つです。過激団を二つに分けましょう。それしか方法はありません。地上には大型魔装機兵が2体出現したから、その戦力差から考えて、強襲部隊5名、地上部隊8名が妥当だ。そのために私はパリから来たのだ。帰還する。よし、決まったな。これが最後の戦いになる。
俺にもこの戦いの最後がどうなるかわからねえ。だが私なら大神歌劇団ならやってくれると信じている。08260をもって作戦を発動する。大神、出撃命令を出せ。Yeah.